全部埋まってるやつです。ちょっと玉ねぎを。はい、これも。ここから、ベーコンですね。調味料を入れます。切り替えてみます。おー、いい感じですね。焦げてくることは面白いですね。大体キノコ類のミックスでね、人参は赤ピーマンなので、いませんでした。Thank you.